セミファイナル第2試合、片や小武道の持つ利合を極限にまで生かしきる達人渋川流柔術、渋川豪輝。片や人間の持つ剣道、極限にまで生かしきる飽くなき男、怪物ジャックハンマー。ルイルイたる屍を踏み蹴散らしてここまで勝ち上がってきた両者、この二人の戦いにただならぬものを感じたかのように、場内も不気味な緊張感の中静まり返っております。先に決勝進出を決めたハンマバキの対戦相手は達人か、それとも怪物か。両者元の位置へ。ジャックが何かを取り出すようだが、ココナッツ、ヤシの実だ。これは一体何をしろと言うんじゃ。なんとあのヤシの実を噛みちぎって穴だらけにした。あの固く複雑な繊維が密集したヤシの実を、なんという噛む力、抗菌力、これはまさにお前を穴だらけにするという驚愕のデモンストレーションだ。花田さん、水をもらえますかな。おっす。ご分を。始め。体勢を崩さずギリギリで見切った。あの二人、人間技を超えているぜ。それであと半歩。何を仕掛けるつもりだ、爺さん。まさかあれをやる気か。これは列の目つぶし。いや違う、もっとえげつない技だ。えげつない。今先生はここに試合前に含んだ水を超高速で放った。まさかここは顔面に点在する急所の一つ、涙血といって、ここに水滴を高速で叩き込まれるとごく微量だが目と鼻に同時に水が侵入する。するとどうなると思う。溺れるんだよ。名前通り金槌かいな、ハンマーが。ならば救助しなきゃな。これアッパーカット。起きてくれるな、や坊や、と言いたいところだが、主はただもんじゃねえ、モンスターよ。力ば、やめよし。決まった。達人の必殺フルコースが炸裂。すまんの、卑怯も武のうちよ。渋川先生の勝ちっすか。なんとジャックが起きた。あれだけの技を食らったにもかかわらず。ジャック、おのりや。いったー、ジャックハンマー。達人の左足首を噛み切った。おっと、ジャックのこの振る舞いは何だ。自ら深手を負わせた大先輩に対して最上級の一礼。
これはまさに人間ブレー。長生きできるトレーニングなら、たかが知れている。あっ、殺人、かろうじて難を逃れた。よっぽ、噛み切られた左足をかばいながら間合いを取ります渋川豪輝。この目を覆うような凄惨な試合を止める者はいません。たとえ主催者の徳川光成王であっても、それはできないのです。止められるのはたった二人、渋川郎とジャック。闘技場に立つ二人のうちどちらかが敗北を認めるか、あるいは動けなくなるまで、この戦いは続けられるのです。ジャックが来た。おかえり。パンチジュースが殺人。殺人が転んだ。傷つきながらも技の切れ味は変わらずだ。これはクラウチングスタート。このダッシュの構えから何をする気だ。やべえ、リアアタックルだ。どれついにジャックの牙が達人を捕らえた。せい、達人が合気で投げた。まさに抗菌力には呼吸力で対抗だ。来いや小僧。これはどうした達人、まるで観念したかのように座してしまった。あれはそうよ、合気ならではの座った位置からの技の展開。あのじじい、つくづく達人よ。顔面にろ。なんだ。を完全に翻弄している。まさに遠山の金さんのごとき名さばきだ。なおも仕掛けるジャック。止まった。矢継ぎ早に攻めていたジャックがゆっくりと、先生、なりません。一体何が。
先の戦いでオロチドッポが見せたのと同じ合気封じよ。合気封じ？そうよ。自分にかかった銃の力を利用して相手に返すのが合気。だが相手の力がゼロならば返す力もゼロになる。そこに合気の空白が生じるという手だけよ。あいつはそれをどこで？おそらくあのじいさんと肌を合わせて本能的に見切ったんだろう。恐るべし、ジャックハンマーよ。あの野郎は合気で返しやがった。総務あり。このタイミングか。無念達人渋川豪輝、準決勝で怪物ジャックハンマーの圧倒的な力の前に屈しました。先生しっかりしてください。銃欲五を制すとはいかなかった。五欲十を断つの現実分かっちゃいねえ。違うんだよ。あいつは戦って初めて分かる。単なるバカ力じゃねえんだよ。あいつは違うんだ。俺たちだよ。先生、もう喋らない方が。あれには誰も勝てねえ。誰もな。